オルロは、ボリビアのアンデス地方にある都市、オルロ県の行政府所在地、1606年11月1日に、ウルス地方の銀採掘の拠点として設立された。当初は、スペイン国王フェリッペ3世にちなみ、オーストリア王家の聖フェリッペの町と呼ばれた。オルロは、フォルクローレの里として有名であり、また、南米三大祭りの一つである、オルロのカーニバルが2月頃に開催されることでも、 有名である。かつては、鉱山で栄えたが、第二次世界大戦後は、主な産物である鈴の需要が落ち、錆びれた雰囲気の街になってしまった。近年、希少金属であるリチウムがあることが分かり、今後の開拓が期待されている。オルロからは、塩湖観光で有名なウユニ行きの列車が出ている。この路線は、以前は、ラパス市まで続いていたが、最近ラパスオルロ間の運行をやめてしまった。 ラパスオルロ間は長距離バスで結ばれており、ボリビア国内で最も主要なバス路線となっている。数社の民間バス会社が運行しており、1時間に何本か発着がある。所要時間は約3時間で、全線舗装路である。当初、町は1606年11月1日に、ドンマヌエル・カストロー・デ・パディージャによって、ウルゾクエリアの銀山の中心地として創設された。この スペイン国王のフェリペ三世にちなみ、レアルビジャデサン、フェリーペデ・アウストリアと名付けられた。銀山が枯渇して、結果的に町は放棄されたが、19世紀後半になって、鈴鉱山の中心地として再建された。オルロは土着民族のウルウルにちなんで名付けられた。一時的にサルバドーラ鈴鉱山は、世界で最も重要な鈴鉱山となったが、徐々に主源が枯渇しおり、 主要な労働者は未だに工業従事者であるものの、オルロは再び衰退の局面に入った。オルロで毎年2月末頃に行われるカーニバルは、リオデジャネイロのカーニバル、クスコのインティライミ祭りと並んで、南米三大祭りの一つと言われている。オルロ市中心部のソカボン広場を終点とする市内、数カ所の道路が会場となる。リオのカーニバルと比較すると、 先住民の文化やスペイン植民地時代の記憶に基づく伝統的な踊りが多く、踊りや音楽の種類ははるかに多い。ソカボン、広場入り口でディアブラーダのグループを見物する人々1789年から行われていたという資料もあり、大変歴史の古いカーニバルである。もともとは先住民族であるアイマラ族やケチア族が持っていたパチャママ信仰が、 キリスト教の聖母マリア信仰と結びつき、この創造の母に捧げるものとして始まったとされる。また、スペイン人侵略者を悪魔と重ね合わせ、恐れを持って踊りに表したと考えられている。オルロのカーニバルで踊られる踊りには、以下のようなものがある。カーニバルの踊りは、数十人、数百人のグループが市内をめぐり、中心のソカボン広場での審査の後、寺院でミサを受けるという手順で行われる。 最後の寺院に入る時には脱帽の上膝で歩かなければいけない。数時間踊り続けた後の膝歩きは相当苦しいことであるが、神への信仰の強さを示す好期であると考える人が多い。多数のグループがあり、順番にミサを受けるので、最後のグループが踊り終わるのは深夜の一時などになる。最後のグループが終わった後も、勝手にグループを作って踊ったり、 飲んだり騒いだりが朝まで続く。かつては一週間程度踊り続けたという話もあるが、現在はカーニバル開催期間は2から3日である。カーニバル期間中とその前の数週間は水かけのいたずらが行われる。全く見知らぬ人に対して急に水鉄砲などで水をかける。また小さなゴム風船に水を詰めたものを投げつける。2月は南米では夏であるが、オルロは 年中寒冷な場所であるので水に濡れると大変寒い。カーニバル期間中にオルロを訪れる際にはレインコートの着用などの水対策が必要である。オルロのカーニバルはユネスコによる2001年の人類の交渉及び無形遺産の傑作の宣言がなされ、2009年9月の第1回登録で無形文化遺産に登録された。ありがとうございます。